健一です。今回も動画をご視聴くださいましてありがとうございます。白山白川郷ホワイトロードを抜けて国道156号線を走っています。走っている左手にはですね、白川郷があります。この白川郷にも行ってみたかったんですけども、先ほどご覧になられた通りですね、駐車場は満車ということになっていまして、車を止めるのが難しいぐらい人が多いというような感じになっています。高速道路休日割引が始まって初めての日曜日ということもありますし、そして紅葉が綺麗なこの季節ということにもなっていますので、人が多いのは仕方がないのかなと思って今回は諦めました。ここからは岐阜県からですね、阿保峠を越えて長野県を目指すというルートを取っていくんですけども、最短ルートで行くと白川郷のところにあるインターチェンジですね、白川郷インターチェンジから東海北陸自動車道に乗って飛騨清見インターチェンジまで行って、そこから東の方へ行くルートですね、阿保峠平湯温泉方面に行くルートが一番早いということにはなります。まあ、そのまま高速道路を通って一気に行っちゃうのってなんかもったいない感じがしまして、この辺りを走る機会っていうのはそうそうありませんので、国道158号線を南へと下っていくルートを選択しました。左手には小川が見えてきています。国道156号線は小川沿いを南へと下っていますけども、この川沿いの道もですね、紅葉がものすごく綺麗です。先ほどまで走っていた白山白川郷ホワイトロードとはまた違うんですけども、ここはここでですね、すごく綺麗な景色を楽しむことができます。こうやって国道を走っているだけでもですね、この絶景を楽しめるこの庄川付近っていうのはすごくいいですよね。岐阜県の上の方、北の方ということにはなるんですけども、見る場所見る場所の景色が本当に綺麗なので、いや本当にこの道を走ってよかったなと思いますね。高速道路を走ってたら楽しむことができなかったという景色になるので、やっぱり高速道路を走るよりも下道をですね、時間をかけて走る方がその土地その土地の雰囲気を楽しめるなと改めて実感しています。道の駅飛騨白山という場所がありましたので、こちらで少し休憩をすることにしました。道の駅飛騨白山には温泉施設がありまして、足湯などが用意されており、24時間無料で利用することができます。また日帰り温泉も利用することができますので、源泉かけ流しの温泉ということです。そして小宝の湯としても有名ということなので、日帰り温泉の施設に寄ってみるのも一つかもしれません。道の駅を後にして白骨温泉の方に向かってどんどんと進んでいきます。前方にはロックフィル式ダムの三幌ダムが見えてきました。三幌ダムはですね、高さ131メートル、長さ405メートルの日本初のロックフィル式ダムということになるそうです。完成当時にはですね、そのダムの巨大さから20世紀のピラミッドみたいなことも言われてたそうです。三幌ダムによって作られた三幌港ですね、沿いをずっと走っています。そして三幌港を渡る小神橋を渡っていきます。こういう橋と紅葉とですね、湖という景色はすごく好きです。国道158号線から変わりまして東海北陸自動車道を走っています。見ていただきたかった景色があったんですけども、残念なことにですね、カメラの電源を入れるのを忘れてしまっていて、道がここに飛んでしまっていました。高速道路に乗るつもりはなかったんですけども、時間的に厳しいということになりまして、庄川インターチェンジから乗って飛騨清見インターチェンジまで高速道路で向かうことにします。そして飛騨清見インターチェンジからはですね、中部縦貫自動車道に乗って高山まで抜けていくこととします。高山インターチェンジを降りまして国道472号線を走っています。ここから再び国道158号線の方面へと向かって、平湯温泉阿保峠の方へと向かって走っていきます。
く阿保峠というところになってきます。ここをですね右に曲がって左のインターチェンジの方へと向かっていきます。阿保トンネルを抜けていくとですね、この区間は5分程度で走り抜けることができるんですけども、阿保峠を抜ける旧道があります。ここも国道区間として有名で、昔はですねバスが切り返したりするのがすごく大変で大渋滞を引き起こしていたそうです。ひどい時は約10時間の道のりがかかっていたということなんですけども、今はですねこのトンネルを抜ければ簡単に走り抜けることができます。トンネルの中で県は変わっています。岐阜県の高松市奥飛騨温泉郷からですね長野県松本市の方に抜けてきました。ここまで来るとですね目的地の白骨温泉はもうすぐそこということになります。ちなみに時間は今で4時過ぎということになりまして、ちょうど白川郷からどれぐらいですかね、2時間少しかかって到着といったところです。阿保トンネルを抜けてすぐの道ですね。ここを左手に行くと上高地へと向かうことができますが、ここはですね一般車両通行止めということになっています。マイカー規制になっていますよね。上高地へ向かう道路のマイカー規制が始まったのはですね昭和50年ということです。この時は常にマイカー規制をしてたわけではなくて、7月26日から8月24日の夏季のみということだったんですけども、それがですね徐々に規制日が拡大されてですね平成8年に完全にマイカーの全面禁止ということになったそうです。これはですね昭和40年代にマイカーが普及した時にですね上高地の駐車場は常にいっぱいになって道路は駐車禁止にもかかわらずどこでも駐車をしてしまうっていうような事態に陥ってですね渋滞と排ガス違法駐車でですね自然環境の破壊が深刻化したこの問題を解消するためにマイカーの通行規制を実施したということです。ただ当時とは状況が変わってきているとも思いますし、今電気自動車も結構普及してきているので、その環境破壊という面からですね排ガスが多いという意味とかもあるんでしょうけども、電気自動車のみ可能とかですね事前に駐車場を予約して通行料を払って入ることができるとか、なんかそういう風になると自分の車で走れるっていうのがすごく嬉しいんですけどね。ただ電気自動車を持っていないので残念ながら走ることはできませんけども、でもそのような緩和策が今後出てくるといいなと思います。それが電気自動車が普及して環境に優しいという意味ではいいのかなとは思います。いよいよ国道158号線を離れまして県道300号線白骨温泉へと向かう道路へと入っていきます。長野県の県道300号線は白骨温泉に向かう道路ということになります。道幅は多少狭くなる箇所もありますが、おおむね走りやすい道路ということになります。ここからどんどんと標高を上げていくことになりますので上りが続いていきます。もうここの道ですね、隣に川が流れていて上紅葉っていう感じでめちゃくちゃ綺麗でした。ただ時間がですねもう4時半ぐらいだったと思うんですけども、日が落ちてき始めているのでちょっと明かりが足りなくてですね暗い感じになってしまってるんですけども、ここは日が当たってる時に通ったらむちゃくちゃ綺麗だろうなと思う、そんな道路です。ずっと山道を行くと乗鞍高原まで抜けることができますけども、この道はですねドライブしてみるのをぜひおすすめします。白骨温泉に泊まらなくても走りがいのある道だと思います。本当に綺麗な道なので翌日写真を撮りながらですね降りていこうと思ってたんですけども、残念ながらですね帰りは違う道を通ってしまったので乗鞍の方に抜けてしまったのでこの道を通ることができませんでした。この時期はまた来たいですね、というか来年もここ来たいなって思うようなそういう場所です。トンネルを抜けましてどんどんと山道を登っていくとですね今日泊まるお宿の方に到着ということになります。
コロナが始まってからですね、本当にどこかに泊まるっていうのは避けてきたことなので、この時に泊まったのが何年ぶりですかね、もう3年ぶりとか4年ぶりぐらいになるんじゃないかなと思います。その中でもですね、白骨温泉どうしても行ってみたいっていうのがありましたし、そもそもですね、温泉に入りたいっていうのがめちゃくちゃあったので、今回はですね、この白骨温泉を選んで入ることにしました。今回泊まったのはですね、白骨温泉桂の湯丸中旅館さんというところに泊まりました。旅館の中で動画というのはなかなか撮影することができませんでしたので、ここからはですね、写真など交えて紹介していこうと思います。桂の湯丸中旅館さんはですね、本当にいい宿でした。温泉も良かったですし、料理もめちゃくちゃ良かったです。それほど大きい宿というわけではなくですね、宿泊されている方もそれほどいなかったので、顔を合わせてっていうのがですね、それほどなかったです。温泉に入る時もたくさんの人数の方が入っているっていうことはありませんでしたので、ゆったりと入ることができました。白骨温泉のお湯はですね、乳白色のお湯です。乳白色の温泉っていうのは強酸性のことが多いそうなんですけども、白骨温泉はですね違うんですね。白骨温泉は炭酸成分が多く含まれていてですね、弱酸性なんですね。絹のように滑らかで、小さな子供からご年配の方までお肌に優しいということなんですね。そして湧き出る十数本の源泉はですね、常に天然温泉かけ流しということになっています。宿泊した丸長旅館さんはですね、温泉の方が男女別に分かれてはいますけども、露天風呂は混浴ということになっています。男性はですね、露天風呂に入ると強制的に混浴ということになりまして、女性の方はですね、混浴露天の方に行きたければカーテンをくぐって抜けていくことができるということになっていますので、夫婦で来られたりとかカップルで来たとしてもですね、白骨温泉の混浴のお湯を楽しむことができます。女性にはですね、混浴露天に入るためのタオルを貸し出してもらうことができ、そのタオルをですね着用して混浴露天に行くということになっています。乳白色のお湯はですね、透けるということはありませんので、男性の方はですねタオルとか巻かなくても大丈夫な感じになっていました。ただ露天の方のお湯の温度は低くですね、少しぬるめといった感じです。屋内の温泉と比べるとだいぶぬるいなという感じでした。白骨温泉のお湯の方はですね、少し源泉の温度が低いみたいで、加温をしているということらしいです。白骨温泉のぬるめのお湯に浸かりながらですね、絶景を眺めて夫婦で会話をしたりカップルで会話をしたりすると、本当に温泉の時間がより充実するのではないかと思います。家族風呂も用意されていまして、家族風呂の方は特に予約をすることがなく、空いていたらご自由にどうぞといった感じでした。ただこの乳白色のお湯はですね、本当に最高でした。もう肌がですね、入ったとスベスベになる感じがよくわかりました。屋内の温泉は暖かくなっていますので、そこに浸かると本当に疲れが吹き飛んでいくなという感じが実感します。やっぱり温泉は最高です。そして晩御飯の方はですね、郷土料理を楽しむことができます。鯉の甘露煮、鯉の洗い、鯉コクとかですね、初めて鯉料理を食べることができました。鯉ってどんな感じなのかなとは思っていたんですけども、鯉の甘露煮はですねすごく美味しかったです。骨はちょっと大きかったりとか鱗が大きかったりするんですけども、身の方はですねしっかりしててとても美味しかったです。そして鯉の洗いの方はですね、ちょうど骨の部分が当たるからなんですかね、そこの食感は気になりましたけど、思っていたよりも美味しかったなといった、そんな感じでした。そしてイノシシの肉を焼いたものですね、それと馬肉とイワナの塩焼きだったかな、それが出ました。どれを食べても本当に美味しかったです。こういう郷土料理を食べることができるっていうのはやっぱり旅行に来た時の醍醐味だなって思いますので、この時に出された晩御飯は本当に嬉しかったですし、本当に美味しかったです。温泉をですね3回ほど入りまして、翌朝ですね朝食をいただきました。朝食の方はですね、温泉のお湯で作った温泉粥がすごく美味しかったです。もちろん温泉卵も美味しかったですし、
出てくるものはですね、すべて美味しくいただきました。なんかこういう朝食を普段食べることがないので、もうこれがですね、旅館に来た時の醍醐味だなとも思います。美味しい朝食を本当にありがとうございました。ということで、桂の湯丸長旅館さんで白骨温泉を満喫しました。本当に白骨温泉いい温泉だと思いますので、長野のこの辺りに来たらぜひ行ってみることをおすすめです。冬場になると雪深くなるので、この辺りは走りにくいのかもしれませんけども、雪を見ながらのお風呂っていうのもおそらく最高なんだろうなと思います。ここはおそらく来年も来るんじゃないかなっていうぐらい本当に良かったです。ということで、今回の動画はですね、白骨温泉宿泊するところまでお届けしました。このままですね、今度は乗鞍の方を上がっていきますので、この道路も本当に綺麗だったので、また次回この動画の続きをお届けいたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。